本当にイケメンかい君は。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで出発。さあ今回は誰で行こうか。はい、プーさん不安なの大丈夫。そしてメグちゃん、はい、ミラさん行こう。まあ言って今回はあれよね、まだちょっと穴を掘るだけやけど、でもここでもう見つかるやろ。他に行く場所ないし他に行く場所ないけん大丈夫。よし、何か埋まってる気がする。宝石かな、宝石でしょう。ん、はい、来たー。口や口、口の宝石が出てきた。単体で見たらめっちゃなんか不気味やな形ガールのお願いを叶えた。よし、これでもうもらっていったんでいいよね。超魔王の塔、超魔天楼だったかな。この宝石、超魔天楼の扉の鍵だよね。宝石を集めて扉を開いて、超魔天楼を登って、超魔王をやっつける。そして大賢者を助けるんだ。待ってて大賢者マリア、救ってあげよう。さてことで今回はあれよね、まあ、何とも戦ってないしとりあえずこのまま出発してこうか。はい、このメンバーで行こう。さあ次はどこの宝石かな。なんか次もさスプラ系じゃなかった。ほらほらほら、歌う盗賊姫。あのちょっといい、僕の友達のイケメンがね、不気味な宝石を拾ったんだ。そしたらなんと巨大な怪物が飛んできてイケメンを連れ去ったんだよ。僕怖くて逃げちゃったけど、心苦しくてイケメンを助けてくれないかな。あー、いいけど、氷の洞窟に連れ去られた僕の友人を探して。なんかすげえイケメン推しやね本当にイケメン、よかった。怪物は雪の国に飛んでったみたい。イケメンをお願い。こんなイケメンイケメン言われたら本人恥ずかしくない？どこがイケメンやねーって顔やったらどうしよう。はい、雪山の国に行きます。さあ、どの辺？そこか。でもなんかまだまだね、上の方もありそうな感じするけど。行けそうな場所が。ほらクイズマン、ここにおるもん。まだまだ結構先やね。あ、でもなんかすごい綺麗な感じのとこ、ちょっと上から吊り下がっとるつららが雲みたいで嫌やけど。あー、マジか。え、別れたよねー。みんなとはぐれちゃった。仕方ない、先に進もう。二人か、頑張っていこう。仲間たちが半分ずつに分かれてしまった。まあ、でも周りいっぱいおるけんね、まだまだ。よし、行くよ。みんな、行くよ。さあ、誰か行きたい子はいないの？はい、さっちゃん行こう。あと一人どっち？はい、りみちゃん今ちょっと準備運動しよったもんね。肩回したりとかしよったもんね。行こう。あんなところにめぐちゃんが。さあ、しかし、どんどん先に進んでいくよ。氷の洞窟。神秘的。行くか。まあ、半分に分かれても、宿屋にいっぱいいるから。全然平気。1500ゴールドゲット。よし。あ、またしてもちょっと財布が潤っていく。素晴らしき。51ゴールドしかなかったからね。あ、みんなやたらと息が上がりやけど大丈夫。リミネはミラが気になる。どうした？サッチャーもミラが気になる。何があったの？むむ。うわ、なんかめっちゃバチバチなりよる。二人ともどうかした？うん、なんでもないよ。バチバチだね。嫉妬でバチバチだね。でも初めてのパターンじゃない今の。お金。よし。1000ゴールドゲット。何かしら買えるんじゃないかな？買えんかな、まだ。武器か、防具か。やる気があんまり。出せ。実は私もマジで、みんな出して、やる気。
そんな気持ちで走ってるの今。かわいい。お、新しい技、メガファイヤー。いいね。氷にファイヤーはめちゃくちゃいいね。召された、一瞬で召されたよ。あ、でもあれか、単体だけなんか今の攻撃は。あー、激辛。そっか、集団激辛行こうや。まあね、一匹しかおらんけんあれやけど。ほら、めっちゃキレられてるし。え、でもこれって集団激辛になったら何？全員からめっちゃソース感食らうんじゃない？そんな感じになってしまうんやない？うわ、辛い。まあね、しょうがないけどね。そんなものを急に振る舞われてもって感じやし。結構宿屋まで近かったね。よし、それじゃあ。お、なになに？ピックルの部屋に行きたいな。お、フィッコーちゃん、行こう行こう。フィッコーちゃんのお部屋へ。はい。この部屋のルールを決めよう。いいね、賛成。寝るときは静かにすること。いびきはかかないよ。謎の物音は気にしないこと。え？耳元でささやかれても、絶対目を開けないこと。この部屋怖いよ。そんな中で寝れない。確実に寝れない。でも目も開けたくないよね、そういう状況って。はい、料理。ペンギンのおやつや。誰がいる？お待たせ。お、あゆなか。なるほど、美味しかったよね。よかった。ペンギンのおやつやけん、ちょっと生臭かったりしたらどうしようと思ったけど。はい、ゲームコーナーで、ルーレット。破壊の槍をください。これは？ミラさんってことかな。破壊の槍、破壊の槍。4分の1よ、4分の1。あ、これ、来た。はい、来たー。止まるー。よし。オッケーオッケー。景品、破壊の槍ゲット。なんか、思ったのと全然違ったんやけど。思ったよりいかつかったんやけど。まあ、でもこれで強くなったけんね。槍って感じじゃなかった。はい、それじゃあ、お小遣い3211ゴールドやけどどう？銀のフライパン。ハートのマイク。今のところ、ミラさんか、ハートのローブ。ハートのローブ行こう。よし。着替えよ。今の和服、すごいいい感じやけどね。とりあえず防御上げていかんと。さあ、色的には、これかな？ちょ、クリーム色っぽい感じ。光り輝いとる感じ。よきよき。はい、それじゃあ出発。あ、そのままのメンバーにしてしまった。よかったのか、それで。もうちょっとやね。あと1、2回分ぐらいかな。ふう、疲れた？はぐれてみんな、どうしてるかな。あ、向こうに移るんか、これで。一方、その頃、はぐれた仲間たちは、あ、じゃあそこで合流しての次ってことかな。びっくりマークは。待っててもしょうがない。先に進もう。あ、ってことは、こっちに、フィッコーちゃんが入って、3人で行動ってことになるのかな、ここは。あ、もっとおったわ。もっとおったわ、メンバー。宿屋のメンバーも、半分半分なの？なぜ？どう半分に分かれたんやろ。はい、それじゃあとりあえず行きましょう。さあ、誰が行くの？キャンディーさん、メグちゃん、くるみん、よし行こう。あ、違う、間違えた。あ、そっかそっかそっか、あと一人いるんか。アユナがおらんけん、どっち？はい、プーさん行こう。行きます。3人で出発しよった。危ない危ない。でも一応出発はできるんやね。さーて行くよー。とりあえずここ乗り切ったら次で合流やね。行こうか。戦うのやだなー。頑張ろう。頑張るしか。上行こう、上。鼻がムズムズするー。なんで？なんでって言われてもわからんと思うけど。ほこりでも舞いよんかな。でもほこり舞いそうな感じの場所ではないけどね。アレルギーかもしれない。風かもしれない。風かな。寒そうやし。
ペンギンたちはなんかすごい、すごい弱いよね。楽。かわいいし。余裕だった。まあ、確かにね、今回めっちゃ余裕よね。猛烈な眠気が。え、寒い場所で猛烈な眠気はちょっと死の予感がするけんやめとこ。猫飼いたい。自分が猫じゃないか、君は。よし、頑張ってこう。ペンギンだらけや、ペンギンだらけや。ペンギンかわいいよね。動物園でペンギンのコーナーとかめっちゃかわいいよね。ペンギンのコーナーと猿山はめっちゃ見る。特に猿山はめっちゃ見る。人間に近いけんさ、いろんな行動してなんか楽しくない？お、キャンディーさんレベルアップ、いいね。次もなんか買えるかな。あ、買えるかも。ここでお金が入ったら多分買える。まあお金は入るか。ってことできっと、MP アメがなくなってる。これを使って。優しいよキャンディーさん。よし、いいぞ。感謝感謝。スノーマン結構体力あった気がするんやけど、どう？ペンペンと比べてもね。そんな不安定な感じでよく立っとけるな。めっちゃ崩れそうやん。なんで外国に雪だるまって3段ないんだろうね。まああれか、世界的に見たら日本の方がなんでなんかな。あー、なんてこと。肝心袋爆発。おー。いいぞいいぞね。怒りがちょっと原動力に勝てたか。お、プーさんレベルアップ。順調にみんなレベルが上がっていく。次で多分何かしら変えるはず。変えたらいいな。変えたらいいな。なんか変えるかな。お、誰のとこ行く。めぐちゃんの部屋行こう行こう。ということやから、はい、プーさんがめぐちゃんの部屋へ。暇だな、人の部屋に来といて。よし、イメチェンしよう。え、ちょっと待っててね。あ、どんな感じになるかな。お待たせ。おお、なんか全く違う。全く違う、別人みたい。イメチェン結構好きなんやけど、私毎回見よって。楽しくない？全然別人になるよね、ほんと。かなり好き。二人はハサミ撃ちを覚えた。相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き、大ダメージを与える。ほい、そして、あ、そっか、料理ゲットできてないんや。ゲームコーナーでルーレットを。石ころ装束をください。ゆうかさんよね。ちょうだいちょうだいちょうだい。石ころ装束ちょうだい。あ、どう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 。あー、止まってー。HP バナナやわ、これ。ほらね、来たー。 HP バナナも1本ゲット。ほい、そして買い物はどう。2631やけど、あー足りない。足りないよー。さあ次は、はい、くるみん。ゆうかさんは行かなくていいの。お、行く行く。よし行こう。はい、めぐちゃん。あと一人はどっちだい？はい、キャンディーさん。よし、この4人で行こう。合流やね、合流。ふぅ、合流。あ、あれは。あっという間に合流やったね、よかった。おーい、クルボン。無事でよかった。はぐれた仲間たちが合流した。で、この先もあれじゃない？ね。取れるんじゃない？宝石。それじゃあ、お小遣いどう？誰か買えるものある？買えない。あ、プーさんのアーマー買えるな。はい、それじゃあプーさんのハートのアーマー買ってこう。
結構まだまだ弱い装備やったんやね。さあ、それじゃあ、ここは、緑でいこう。かわいい。なんかめっちゃかわいいんやけど。超パステル、夢かわいいって感じやね。よし、出発していこう。さあ、誰が行きますか？はい、ミラさん。そして、くるみ。はい、最後一人は、リミちゃん。はい、この4人で行こう。さあ、ここに次の宝石が。行くか。そういう友達を助けんといかんのよね。宝石のことしか考えてなかった。イケメンやっけ。どう？本当にイケメン？あ、なんかめっちゃムカつくわ。あ、あなたがイケメンかな？すぐに助けるよ。あなたがイケメンかな？どんな質問？氷の女王イケメン。氷の女王イケメン、ウケる。女王なのにイケメンなのか。イケイ。もうなんかそのポーズもなんかいい感じよね。ハットリよね。ナルシストな感じ。いやー、やめて。めっちゃ怖いんだけど、顔。正気を保った。スーン、スーンって感じの顔やったよ、今。何の影響も受けてない。お、移行挟み撃ち。武器が強化されたからね。でも強化されてそれか。手伝ったアイナの方が、はるかに強かったんですが。お、行こう行こう。体力どれぐらいあるんかな？やっぱ結構あるんかな？ミラファイヤー。この顔すごい怖い。あ、ちょっと待って、リミちゃんが。皆さん、大丈夫？大丈夫より回復してあげて。あ、自分で、偉い。レミちゃんの心が、レミちゃんの心がすさんだ。何やってんの。ダメよ、そんなことしたら。ちょっと待って、とりあえず、レミちゃんを安全地帯に連れて行く。はい、これで、気合入れていこう。ここでそっとしておいてもらわんとね。の、焼きバナナ？焼きバナナにすごく興味があるんだけど、美味しいんかな。あ、ああいうのも、だいぶ体力やばいよ。君。君、だいぶ体力やばいよ。宴会料理とかした方がよかったんじゃない？お、上回復料理。よきよき。お、いい人に戻った。よかった。さあ、出ておいで、リンちゃん。まだまだ負けない。いくよ。結構強いな、やっぱり。いいぞ、いいぞ。敵を攻撃しつつ、自分の体力も。初めての好き行動を分け合う。一緒に食べよう。半分半分。いいね。仲良し。まあ、自分も回復できるしね。ふふ。輝き。もう行けたかと思った。あ、結構ギリギリのところで保っとる。避けて。しかしまだ大丈夫。しょうがないな。今のは分けてあげたってこと？お、スキレベルアップ。しかしああいうのは人にあげてる場合じゃなくない？自分も体力危ないよ。お、回復した。え、好きの力すげえ。あげるよー。みんな優しいかよ。え、ちか、HP バナナ、そんななくなった？もう誰も持ってないやん。やば。いけー。そっち、上回復料理、リミちゃん？なるほど、なるほど。まあね、回復大事。ふぅ、あ、そして、ちゃんと、ね、償いを。償いをしているわけだね。そんなじーっとこっち見てたら。クルコンのハートをくすぐるどういう状態？どういう状態？お、挟み撃ち行こう。興奮状態で。いいね、いいね。
おお、めっちゃ効くやん。興奮すげえ。召し上がれ。落ち着いて食べてね。お、落ち着いてくるみ。そして誰もリミちゃんを救わないのか。わあ、危険危険。あれか、リミちゃんを復活させれる技を持った子がおらんのか。ちょっと待ってね、命の杖、命の杖よ、命の振りかけ。はっ、はい、復活。ちゃんと体力マックスで復活するんやね、あれは。そろそろやっつけたい。スリープ寝て回復ってこと。あ、めっちゃ回復した。お、今宴会料理準備中やけん。てか一個一個がもうやばいよ。あー、宴会、あー、ダメだー。せっかくの宴会料理が無駄になってしまった。くそー。ほら、ここも堪忍袋爆発やし。アイロはどんだけの人の怒りを買ってるんだ。さあ奥に下がって体力も回復しつつ、いい人に。オッケー、早速やったね。速攻やん。なるほどなるほど。まあ一応リミちゃんも回復はできるということやね。まあその間相手は寝てしまうけど。やめてー。あー、クルミンがメンタルドレイン MP よってこと。いや、まあそれも大事かもしれんけど、 HP をついとろうよ。今回結構ギリギリじゃないか。っかい、あ、宴会料理続いとったん、あれから。なるほどなるほど。あれ、宴会料理って一人だけやっけ。全員じゃないの。まだ、あ、そっか、ミラさん体力満タンやけんってことか。それはこの中ではお腹がいっぱいってことになるんかな。よっしゃー、いったー。くるみだけちょっとやられてしまったけれど、つらい。あ、ありがとう。いえいえ、どういたしまして。汗かいちゃったよ。大丈夫やったか、くるみ。お、ボーナス経験値が太いぞ。さあ、じゃあこれを、はい、リミちゃんに。やったね、レベルアップ。メガライトニングを覚えた。魔法の雷撃で敵にダメージを与える。両隣に敵も巻き込む攻撃魔法。おー、いいやん。ってことは全部で3匹までいけるってことか。常備用サプリ。本当にイケメンかい君は。お、当てはまり、当てはまりよ。はい、まあなんか正統派って感じかな。爽やか。ふう、助かった。盗賊イケメン。盗賊っぽくはないよね。助かったよ、本当にありがとう。このどうやって返していいのか。これは目、その宝石が欲しいんだけど。え、これでいいの。でも盗賊相手に宝石欲しいって絶対譲ってくれんやん。普通。うん、どうぞどうぞ。左目の宝石をゲット。その宝石のせいであの怪物に。君も気をつけてね。私は強いから大丈夫だよ。姫のお願いを叶えた。よし、これで2つ目ゲット。超魔天狼の宝石2つ目ゲット。あと2つで扉が開く。まだ半分か。うん、もう半分だ。考え方考え方、頑張ろう。さあ、もう半分、あと半分やけんね。頑張っていこう、気合い入れて。お、好きレベルが2組アップ。タッタラッタ。心から好き。二人は心の声を覚えた。自分が倒れていて相手が致命的ダメージを受けるとき HP を回復させる。デューバー、ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。さあ、それじゃあお金はどれぐらい貯まったっけ。そんなにかな。はい、まず料理と、この美容サプリ。お、キャンディーさんどうよ。おー、いいね、ご機嫌ご機嫌。やっぱ美容やもんね、女の子は嬉しいよね。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。
よし、来い、ちゃんちゃんこの猫来い。くるみんや、くるみん、お願いします。あ、これペアレ貢献やね。これはペアレ貢献 S クラス。さあ誰に渡そうかな。誰に渡そうかしら。はい、この人、めぐちゃん、トップさん、レッツゴー。さあ二人とも楽しんでおいで。いいねいいね。あの手前のってあれかな、屋台なんかな、いまいちよくわからんけど、二人は旅行を楽しんだ。すっごく良かったね。うん、夢みたいだった。おー、スキレベルアップ。やっぱ旅行に行ったらね、スキレベルも上がるよ。かなり好き。さあそれじゃあ、おくつか131はちょっと無理やね。絶対無理やね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、あと2つの宝石パパッと集めて超魔天楼に行こう。